熊本市のリサイクル施設。ヘルメットをかぶり向かうのは学園大附属高校の生徒たちです。ニュースを見ていて、古着の大量廃棄が問題になっているということを知って、その後に何かできることはないかな。衣替えの時期などで出てくる古着ですが、新型コロナウイルスの影響である問題が起きています。ご覧ください、倉庫の中、古着でいっぱいの状態です。すごく。トラックに乗ったまま倉庫に運び込まれてない古着もあるんですよね。熊本市では資源物として回収された古着が昨年度1700トンと、新型コロナによる外出自粛で大幅に増加しました。このうち資源として使われず焼却されたのは600トンに上ります。普段はですね、フェルト材などに加工されて、自動車のシートの中のクッション材などに加工されています。ただ現在に関しましては、車両の方の生産が、下がっているということで、若干そのフェルト材としての需要が減っていると。こんなところにも新型コロナの影響が現れていました。ゴミになってしまう古着を生まれ変わらせることはできないか。そこで高校生が目をつけたのが、あ、ポリエステル 100% です。服に使われているポリエステルという素材です。このポリエステルを活用しているのが観葉植物を育てるビニールハウス。やった運営するのは産業廃棄物の処理会社。リサイクルされた古着を土壌に使っていました。ポリエステルの繊維に肥料を染み込ませたポリエステル培地と呼ばれるものです。古着が植物を育てる土に変わる。大手ファッション誌でも取り上げられ、今注目を集めています。保水性に優れ、虫がつきにくい特徴が魅力です。この日、高校生がリサイクル施設から持ち帰った古着は20キロ分。徳島県の企業に送り、ポリエステル培地に変えてもらうことになりました。タグがついたままのがあって、もう新品なのにその捨てられてしまうっていうか。肥料を布に染み込ませるため、5ミリほどに小さく切る必要があります。こうやって無駄になってる服とかめっちゃ多いんで、すごい私もあんま服買わないようにしようかなって。自分たちの服の買い方を見直す体験にもなりました。1ヶ月後、自分たちで裁断した古着がポリエステル培地に生まれ変わりました。卒業シーズンに咲くように花を植えた生徒たち。3月から熊本で開催される全国都市緑化熊本フェアに出展します。私たちの取り組みを見て、より多くの人が今問題となっていることに興味を持ってもらって、自分たちにも何かできないかというふうに思ってもらえると嬉しいです。環境問題を考えてもらうきっかけにしてほしい。コロナ禍の逆境から高校生の自由な発想が芽吹こうとしています。